本当は教えたくないキャンプ場シリーズ、雲海が見れるかも、標高1200メートル以上の、絶景キャンプ場四季見原キャンプ場の、紹介です。出発前の、準備編です。一応電源付きサイトになりますので、まあ、ホットカーペット、電気毛布、薪ストーブ、やっぱり冬装備、荷物が多いです。ですので、天井にバンドを貼ったりとかですね、荷物がこぼれないように、ゴムバンドなんかをちょっと貼っております。ただいま時刻が8時50分。子供はお猿のジョージに夢中です。というわけで、今年後進んでおります。行きたいと思います。はい、ここから車で約3時間半、長い旅路への出発です。はい、九州でもですね、有名な観光地、宮崎県の高千穂から、車で30分から40分の位置にあります。はい、ちょっと注意点です。高千穂のですね、まあ、中心地、まあ、市街地からですねキャンプ場を目指すと、Google マッパのナビではですね、手前の道でちょっと曲がらせようとするんですけど、もう少し進むと結構大きなですね看板があります。看板のところでね、曲がるとですね、結構比較的広くて、まあ、車のすれ違いがしやすい道になるので、そちらがおすすめです。四季見原キャンプ場に来ました。高千穂の絶景です。朝は雲海も見れました。はい、四季見原キャンプ場でございます。ススキ、一部散ってるのもあるんですけど、紅葉でございますね。こちらセントラルロッジ管理棟でございます。いやー楽しみです。親父山の散策路がこうもみじが綺麗そうなので、そっちも楽しみですね。管理棟はですね、入り口すぐ入るとですね、もう大きい建物があるので、すぐ分かりますね。で、なんと薪が500円、すごくリーズナブルですね。こちらがフリーサイト。こちらの道を行きますと、オートサイト。あ、今回我々が予約した場所ですね。はい、オートサイトです。トイレですね。で、こちらが7番の位置。こちらが8番です。もう5月の予約争奪戦をなんとか勝ち抜いて、最高の8番の区画が、取れました。イエイイエイ、はい、ピースイエーイ。どこで買いました？エビスパーナ。はい、エビスパーナとは、大和中島西インターから、高千穂にですね向かう途中にある、ローカルスーパーになります。まあ、大和町のローカルスーパーですね。非常に品揃えがいいです。オートサイトですね、ちょっと小さな小屋みたいなのがちょっとあるんですけども、こちらなんとお湯が出ますですね。なんで、まあ我々はですね、ちょっと大きなたらいにお湯をねちょっと出して炊事場に移動したりとかして洗い物で活用しています。バンガロー区画もあるので、いろいろ装備がですねなかなか間に合わないという方は、バンガロー利用されるのもおすすめです。おすすめはですね、もう絶景のオートテントサイトです。こちらはですね、まあ朝方、まあ、しかもちょっと運がいいとですね、絶景の雲海が見渡せます。
次アスレチック場のですね、紹介です。ちょっとアスレチック場にですねちょっと向かってる動画があるので、ちょっとこの道ですね進んでいきますと、フリーサイト側にたどり着きます。遊具がですねたくさんあるのはね、嬉しいですね。あと少しちょっと傾斜になっているので、傾斜がちょっとね深いところは草剃りなんか持っていくとですね少しですけど楽しめます。はい、遊具ですね、アスレチックの部分、こういうゆらゆらするね、橋のよく見かける分とかもありますので、まあ、いろんな遊具で遊べるのもこのキャンプ場の楽しいところですね。おすすめはですね、このねグライダー型のデザインのブランコです。で、ブランコをですねしながら見るこの絶景は最高ですね。しきみばる健やかな森キャンプ場のもう一つの楽しみ方は、実はこのアスレチック広場のですね奥に、親父山に行くですね実は登山道のですね入り口があります。なので、まあ登山道ですね好きな方はここから親父山登山なんて楽しまれてもいいかなと思います。今回はちょっと自作のですね、まあ、カーボンパイプで作ったちょっとハンモックスタンドなんかも設置してみました。やっぱりこの区画がですねオートサイトすごく広いので、まあ、こういった設置も楽しめますね。やっぱり標高が高いので11月末とはやっぱり寒いです。というわけで薪ストーブをですねここでも導入してみました。煙突からねもくもく煙が上がっているのもやっぱり素敵ですね。翌朝のですねこれがちょっと雲海の、映像です。まあ毎回見れるわけではないんでですねやっぱり雲の要素も強いと思うんですけども、やっぱり見られると嬉しいですね。こちらですね実はこのキャンプ場に、高千穂市街地から行く途中の山道ですね、ここの紅葉がすごく綺麗です。まあすれ違うね人の邪魔にならないようにですねちょっとまあ幅寄せしていただいて、それでちょっと紅葉を眺めたりするのもいいんじゃないでしょうか。しきみばる健やかな森キャンプ場は、期間限定のキャンプ場になります。春から秋にかけてのキャンプ場予約の受付となりますので、次回のキャンプ場予約の参考になればなと思います。はい、本当は教えたくないキャンプ場シリーズ、しきみばる健やかな森キャンプ場、こちらの動画参考になりましたらチャンネル登録お願いします。